航空自衛隊が2021年7月時点で配備をしている戦闘機は、F2、F15J イーグル、F35 ライトニング2の3機種となっていたよ。ちなみにすでに2035年前後からの F2 の退役に備えた次期戦闘機開発も始動しているみたいだな。次はどんな戦闘機が来るのかな？楽しみだね。この次期戦闘機開発は三菱重工業を主契約企業とし、その傘下に各日本企業が担当分野ごとに携わる形式だね。エンジン部分ではイギリスのロールスロイス社との協業も現実味を増しているぜ。もちろん海外勢としては第5世代戦闘機のトップランナーで、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2を世に送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援を仰ぐ方向は規定路線と言えるね。さて、今回は F-35 ライトニング2、新規配備先に小松基地やニュータバル基地が浮上中であることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の国情に合致し、後の仕様変更にも柔軟に対応可能とすることを目的に次期戦闘機開発は進められるんだけど、いわゆる第6世代戦闘機とも呼ばれるこの機体の製造には、多大な技術ノウハウの集積が必要だろうと言われているよ。そうした意味においては、現行の最新鋭ステルス戦闘機である F-35 ライトニング2の実際の現場での部隊運用及び、保守メンテナンスを担う拠点の完全な稼働が今後を占う可能性も高いと思われるね。まず現在航空自衛隊では全国8カ所の基地に戦闘機を配備しており、これは北から北海道の千歳、青森の三沢、茨城の百里、石川の小松、愛知の小牧、福岡の津域、宮崎のニュータバル、沖縄の那覇となっているんだ。航空自衛隊ではこれまでに F-35 ライトニング2を合計で147機調達する予定で動いており、内訳は通常滑走路向けの A 型が105機、短距離離陸垂直着陸可能な B 型が42機となっているみたい。先の全国8カ所の戦闘機配備基地のうち、すでに A 型が配備されているのは、青森の三沢基地のみで退役した F-4 の飛行隊を置き換えており、次に唯一日本海側の石川の小松基地への配備が濃厚と見られるよ。石川の小松基地への A 型の配備は、現行の F-15J イーグルの2個飛行隊のうち1つを置き換えるものであり、まず2025年度を目標に A 型を4機配備することから始め4年程度で20機まで増加させる予定となっているんだって。次に B 型の配備予定には宮崎のニュータバル基地がまず浮上してきており、こちらは2021年時点で F-15J イーグルの1個飛行隊のみが配備中につき、B 型で構成する1個飛行隊を新設する方向と見られるんだ。B 型の場合は、現在航空母艦化の改修工事を適時実施している、護衛艦出雲加賀の艦載機となるため、ニュータバル基地は加賀の母港、広島の呉基地に近いことが選定理由に挙げられているぜ。この理論で考えると出雲は神奈川の横須賀を母港としているため、これに距離的に最も近いのは茨城の百里基地だと思われるけど、いずれ同基地への B 型1個飛行隊の配備も公表されるのだろうね。こうした F-35 ライトニング2の A 型及び B 型の部隊配備が進められている一方で、愛知県西春日郡豊山町の三菱重工業の小牧南工場内には、同期の FACO 施設が2015年から稼働を開始していることを、みんなはもう知っているよね。一応、FACO についておさらいしておこうよ。そうだね。FACO とはファイナルアッセンブリーチェックアウトの頭文字を訳した名称であり、ロッキード・マーチン社が認可した F-35 ライトニング2の最終の組み立てや品質検査を担う拠点のことだよ。FACO は本国アメリカのテキサス及び、イタリアのカーメリ、そしてこの日本の愛知県西春日郡豊山町の3カ所しか設置されていない施設であり、世界的にも稀有な拠点と言ってよいよ。F-35 ライトニング2の機体の製造には大元のロッキード・マーチン社以外にも、ノースロップ・グラマン社、BAE システムズ社など複数の企業が従事しており、日本の IHI 社も機関部の製造を請け負っているぜ。このため愛知県西春日郡豊山町の FACO には、これらの参加企業が製造した各種パーツが集約され、F-35 ライトニング2となる最終の組み立てが行われ、検査を経た後に完成品として送り出されているってわけ。さらに愛知県西春日郡豊山町の FACO には、MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップデイと呼ばれる、完成後の F-35 ライトニング2のアフターケアを担う拠点機能も付与されているよ。この MRO&U は、アメリカ、イタリア、日本、オーストラリアのまず4カ所に設置され、それぞれが近隣地域国が保有する F-35 ライトニング2のその後の重整備を担う拠点として設けられたものだね。今後 F-35 ライトニング2の採用国及び生産機体数が増加した場合には、
追加でイギリスやオランダ、ノルウェーといった国に MRO&U を新設する計画もあり、同期の受注数次第といった状況となっているみたい。日本の愛知県西春日郡豊山町の FACO 兼 MRO&U にとって影響が懸念されていたのは、韓国が導入する F-35 ライトニング2が同拠点を利用するか否かという点があったんだけど、これは行わずに済むとみられるよ。すでに F-35 ライトニング2の導入時点から韓国側は、日本の MRO&U で自国の同期の重整備を受けることを良しとしておらず、2014年にはオーストラリアに持ち込む方向になると報じられていたからな。日本サイドとしてはこうした韓国側の態度は想定内の出来事であり、実際の運用稼働に何ら支障をきたすものではないだろうけど、むしろアメリカが韓国に F-35 ライトニング2の輸出承認をしていることがキーにすら思えるよね。韓国が日本企業を敵視しているのは言うまでもないから、こうなることは予想できたってわけだね。ちなみに韓国は F-35 ライトニング2を A 型60機、B 型20機の合計80機の調達を計画しているが、このうちの B 型20機が本格的に建造すると主張を始めた軽空母用の艦載機となる見込みだぜ。こうした状況を見れば韓国以外にアジア地域で F-35 ライトニング2を導入しようとしているのは、シンガポールが最大でも B 型12機程度しかなく、日本の MRO&U は自国と在日在韓米軍の機体に対応するものと思われるよ。さて、F-35 ライトニング2の機関部はアメリカのプラットホイットニー社製の F-135 ターボファンジェットエンジンだけど、前述のように日本では IHI 社がその製造を受け負っているんだ。IHI 社は東京都瑞穂町の自社工場で2017年から、この F-135 ターボファンジェットエンジンの組み立てと試運転を行う体制を開始させており、一部のパーツは福島の相馬や広島の呉の工場でも生産されているみたい。これら IHI 社の工場では、航空自衛隊が予算上で、最大年6機の調達を行うとことに対応した生産数のキャパシティを確保しており、三菱重工業の MRO&U の機関部対応も担うことが予想されるよ。IHI 社といえば次期戦闘機用に防衛省と共同で国産の XF9 エンジンの試作機を完成させており、これに F-135 ターボファンジェットエンジンとイギリスロールスロイス社の技術も加わると見て良いだろうな。そう考えると FACO 兼 MRO&U を通して得られる F-35 ライトニング2の技術的な情報が、国産化を志向するという次期戦闘機の開発にも多大な影響を与えるものと思われるし、純国産化は極めて困難だと思えてならないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、みんな知っている世界的にも有名なオセロだよ。オセロか、携帯ゲームにもなってるほど有名なやつだな。そうそう、そのオセロなんだけど、実は日本発祥のボードゲームって知ってた？え、そうなの？てっきりよその国からの輸入品だと思っていたよ。どのようにして作られたの？それがね、オセロは長谷川五郎っていう人が考案したんだ。その長谷川さんが、中学校1年生の時に、囲碁のルールがわからなかったそうなんだ。だから、ハサミ碁を考案したそうだよ。それがオセロ誕生のきっかけだったんだ。そして、長谷川さんが大学生の頃に、ハサミ碁を発展させた、牛乳瓶の蓋を使うオセロに近いゲームを作ったそうだよ。なんだか、だんだん完成に近づいてるね。そうなんだ。そして、その後、長谷川さんが玩具メーカーの佃に持ち込み、商品化されたんだよ。ええー、それで売れたから、おもちゃメーカーからしたら、最高だよね。目がお金になってるぞ。今でも、オセロのコマのサイズは、牛乳の蓋と同じサイズなんだよ。これは、オセロをするときにドヤ顔できるやつだな。そうだね。みんなも、ドヤ顔でオセロをしようね。それじゃ、今日の雑学は終わりだよ。また見てね。